はい、皆さんこんにちは。今日はリーマンゼータ関数の特別な値を計算するというバーゼル問題という名前がついている問題をやります。何をやりたいかといったらこれです。2乗の逆数の和を全部足していくと6分の π2 乗になりますよっていう説明をします。でこれはいろいろね、難しい道具を持ってきて、それでやればできますよっていうようなやり方もできるんですけども、今回は高校の数学の範囲で、これを証明したいなと思います。まあもちろんね、あんまりその高級な道具を使わないってことは、こう巧みなアイデアが必要になるということになります。道具が使えない分ね、簡単な道具で工夫しなきゃいけないってことになるので、簡単に証明できるってわけではないです。道具は高校の範囲だけども、計算はそこそこ面倒くさいので、よろしくお願いします。まずじゃあこれの証明に入る前に、これの証明をするためには何を言えば十分かってちょっと言い換えをしたいと思います。これの合計っていうのは、まあ、シグマを使えば、まあ、こんな風に書けるわけですけど、これをですね、2つにちょっと分けましょう。偶数と奇数でちょっと分けましょう。これか。偶数の2乗の和と、奇数の2乗の和にこうやって分けて、考えてもいいと。でこれ無造作にこうやって分けてますけど、分けて良いっていうためにはちゃんとそれぞれがこれ収束してるっていう条件が必要になります。で今回はこれ足すものは全部正だから、正で足せば足すほど増えていく、まあ、つまりそれぞれこう足せば足すほど増えていく、単調増加数列で、かつこれ上に誘拐、もうこいつが収束するのも決まってるんだから、もうそれぞれね、もちろんこいつを超えることは絶対ないわけだから、それぞれ上に誘拐だからそれぞれ収束すると。だからこういうふうにシグマを分けて、良いわけですね。で、シグマをこういうふうに分けると、元々のこの、値を S と置くと、こいつは4分の1が前にくくり出せるので、4分の 1S という形になります。まあ、これ、奇数の逆数はね、同じやつ。ということは、これをこいつに移行して、なんだ、4分の3か。4分の 3S イコール、奇数の逆数。奇数2乗の逆数は、これね。で4分の 3S が、こうなってる。ということで、これ3分の4をかけると、こうなると。ということで、ここの S が6分の π2 乗になっているためには、この部分が6分の π2 乗になるためには、何を言えばいいかというと、この奇数の逆数和が、なんだ、こいつに4分の3をかけた値。奇数の逆数和、こいつね。こいつが6分の π2 乗に4分の3をかけた値であればいいと。1で2であって8分の π2 乗ですね。こいつが8分の π2 乗であれば、S がね、6分の π2 乗ということを示せるので、奇数の逆数和が8分の π2 乗であればよいということになります。ちょっとこれを書いておきます。書かないと忘れちゃうので、これを示すためには、今やったように奇数の逆数は 2n-1 の2乗を集めてきたので、これが、8分の π2 乗、これを示せば十分良いということです。で、ちょっとこの辺はもうすいませんが消します。で今回はですね、サインの、加法定理あたりを使っていきます。じゃあ示す、まずですね、
サインの2乗 x、 これの計算をします。サインの2乗 x というのは、もうかなりこれ技巧的ですよ。なんでこれ思いついたんですかっていうのはこれ後で分かることなので、まずはちょっと付き合ってあげてください。半角の公式じゃなくて2倍角の公式から、これを2倍したこっち4か。こっちの方が2倍、これでいいのか。2倍角の公式からサイン 2xx が2サインコサインということが分かるので、これを2乗すると、これを2乗したものだと。で、今 x のところに2分の x が入っていると思っていただいて、そうするとこっちはあれか4か、4か、こうですね、こうなると、これですね、サインの、2x がこう書けるので、サインの x は2倍のサイン2分の x コサイン2分の x っていう形になります。で、それを2乗したものが、これだということになります。で、ここでですね、これ4分の1が、くくり出せて、これ分数にこうやって分解できるんですよね。これ足す、これ実際こいつを通分してあげると、分母これに通分して、で、分子はコサイン2乗足すサイン2乗で1になるので、これは分解しても別に値は変わらないわけですね。だからこれは問題ないと。そしてちょっとこれサインだけにしたいので、この人をちょっと書き換えて、サイン2乗2分の x、足すサインの2乗を2分の π 引く2分の x という形に書き換えます。これはよくあるやつで、あれですよね、コサイン θ イコールサイン90度引く θ ってやつですね。数一 の教科書に出てくるやつですね。どこを注目するかってこう変えると、ここのコサインはこっちのサインになるみたい な、 なんかそういう話から出てくるやつですね。で、この式がね、今得られましたと。で、この式をあと繰り返し使うと、実はその2乗の和が、2乗の和に近いものを導き出すことができます。ちょっとこの辺も消します。じゃあこれを、欲しいとしますよ。じゃあこっちからいきますよ。はい、押しを繰り返し使います。で、値としてこれ4分の π、 4分の π を使います。サイン2乗4分の π、今こいつが、こういう形で分けることができるわけです。だから4分の1が出てきて、サイン2乗、こことここの関係はこれ半分になってますよね。半分になってる。8分の π 足す、じゃあここはどうなってるかって言ったら、その8分の π を90度から引く、つまり2分の π から引くってことなので、8分の4から、8分の π 引く、8分の 3π っていう形になります。ここは足して90度の関係です。ね、ここ足して90度。ですね、足して90度。足して2分の π。っていう関係です。で、この関係を今度は、ここにもここにも同じような関係で2つにこうやって分けます。どこまである？ここまである？ここまであるか？大丈夫かな？はい。そしたらこれが、もう一回同じ関係を使います。これとこれでそれぞれに対してこの関係をもう一回使います。それぞれに対してこれを使うと。そうすると4分の1がもう一回出てきて、この
こっちまで入るかな。サイン2乗8分の π っていうのは、これ2つに分けることができて、今度 こいつに対してこれを使いますよ。そうすると、サイン2乗半分にします。まず6分の π 半分にしたもので、それとペアでこいつと足して2分の1になるもの、2分の π になるもの、だから、6分の 8π から6分の π 引いて16分の 7π かな、こう2つに分けられます。 こいつが、これとこれに分けられました。ちょっと書いておきますよ。これとこれで、あと同様に、この人も2つに分けます。これ半分にすると16分の 3π2 乗ね。で、16分の 3π を90度から引く、16分の8から引いてサイン2乗の16分の 5π という形ですね。足して、足して90度の関係で、これを2つに分けたと、まあ、こんな感じです。で、これちょっと今見てもらうとなんとなく察しがつくと思いますけども、これ分母は1357ってことで、これ奇数を動きます。で、これがさっきのね、ここに後からつながっていくわけですが、まあ、こんな要領でね、計算を続けていきましょうという形になります。で、あと1行ぐらい書きたかったけどちょっと狭いので、この計算を、N 回やったところを想像しましょう。4分の N で、ちょっともうシグマも使っちゃいます。サイン2乗の、これちょうどいい練習問題ですね。これどう書けるか、なんとか分のなんとか、この作業を1回やるとこれ、2回やるとこれです。じゃあ N 回やるとどうですかですが、1回やるごとに4分の1がつくので4分の N 乗、4分の1の N 乗、これはいいですね。で、サインがここにいっぱい出てくるんですが、1回やるともともと4分の π だったものが2つに分かれるわけですね。だからここの分母はもともと4だったものが2つに分かれる。で、2回目はもともと4だったものが二分割してまた二分割だから 4の2の2乗になります。で、じゃあ N 回やったらどうなるかって言ったら、ここの分母は4倍の2の N 乗になるはずです。4倍の2の N 乗、はい。で、じゃあこのサインのここの、まあ、分母の分子ね、さあこの分母のサインのここの分子っていうのは奇数を動きます。奇数を動くってことは、まあ、2K-1 って書いていいですよね。 2K-1 で K が1から始まる。で、どこまで動くかっていうと、まあ、これは要するにこの項数を数えればいいですよね。項数1回やったら2個2回やったら4個、じゃあ N 回やったらって言ったらそれは2の N 乗個になります。ということで、こんな形で、この式をね、はじめはこんな簡単な式だったんですが、これを、まあ、こんなふうに難しくね、こうやって書くことができました。で、これ 元をたどっていくと、これは、サイン4分の π っていうのは、ルート2分の1だから、これ2分の1が分母にある形だからこれ2です。だから今2という数を一生懸命こうやって難しく書いたっていう、そういう状況になっております。じゃあ、あとは、この人をね、ちょっと評価していきましょう。今ね、このサインの評価をしたいので、サインの評価の時に使える、式として、こういうものがあります。サイン x より、x は大きくてタンジェント x はもっと大きい、まあ、これはあの微分法を使っても
説明まできますが、この、直線ね、直線よりも下側にサインがあって、その上にタンジェントがあります。あと、まあ、もちろん x 今正ですよ。x が正の時に、この関係式があるということを使うと、今サインの2乗の話をしてるから、これ2乗したものはこんな形で評価ができる。でこれの逆数を取ると、まあ、もちろんここで今正だからね、ここで逆数取れるわけですが、逆数を取ると、まあ、こんなことが言えると。でタンジェントを無理やり、サインで書きましょう。タンジェントっていうのはサイン分のコサインで、タンジェントはサイン分のコサイン、この部分はサイン分のコサイン、でコサインっていうのは1引くサイン2乗です。だからこれサイン2乗で割ってあげると、今できるだけこの形出したいので、この形を作ります。こんな形になります。こんな形、はい。そうすると今出てきたこの人、この人をこの左と右に登場させます。これ入るかな、大丈夫かな、はい。これはなかなか大変ですが、4×2 の n 乗分の 2k-1π、 ここですね、カッコ全部しようか、ね、これさっきのあれですよ、この x のところをこれに変えます。さっきのあれの中身に変えます。これで、ここで、サインがポコンと外れてこれが出てくると、4×2 の n 乗、括弧つけましょうか、 π と1と、で、まあ、これ同じやつね、4×2 の n 乗 2k-1 の π と、長い、低い位置、はい。そしたら、これに今度は、このシグマを取ります。シグマ k が1から2の n 乗まで動くっていうシグマを全部に取ります。あ、ちょっと開ければよかったな。シグマ k が1から2の n 乗、あと以下同分です。ここも同じ、ここも同じ、シグマを取ります。でここは1にシグマを取るので、単純にこの項数がこちら側にかかることになります。はい。そしたらこれに最後4分の1の n 乗がかかるわけですよね。4分の1の n 乗がかかる。そうするとこれに仕上げで4分の1の n 乗、ちょっとこれ板書が書き方が甘かったですね、すいません。これで4分の n 分の1と、でこちら側もシグマ取った後で、シグマ取った後で4分の1の n 乗で、こっち4分の1の n 乗って取ってあげると、ここはちょっと約分してこんな形になります。4分の1の n 乗全部つけるとこんな形になります。はい。で、さてさてって話なんですが、このねごちゃごちゃした式が今こちら側とこちら側に登場してるんですが、この人っていうのはもともとは2なんですよね。2を難しく書いただけで、ここの式とここの式っていうのはこれ2なんですよね。両方とも2なんですよね。そうすると、これ、n をどんどん大きくしていくと、こっち側は2ですよ。で、こっち側は2引くこれですよってことで、これ n をどんどん大きくしていくと、右も左も2にどんどん近づいていきます。ということは、この真ん中の積分は、どんどん2に近づくっていうことがわかります。じゃあちょっとそれをこちら側に書きましょうか。
この評価を思いついた人すごいですよ。よくこんな思いついたなって感じですが、これを書きます。今分かったことはこいつ、リミットの n 無限の4分の n、 4の n 乗分の1の、n が1から2の n 乗、あ、すみません、 k ですね、 k が1から2の n 乗、同じだからね、の分数の2の k-1 乗 π で、このここの分母はちょっと上に持ってきます。 4×2 の、あれ、なんかおかしいな、あ、そうか、さっき2乗忘れてるな、失礼しました。ここ2乗がついてるから、こちら側もこれ2乗がつかないといけないよね。この部分2乗がついてます。2乗2乗、はい、失礼しました。2乗で4の2乗をかける2の 2n 乗ですね。 2k の2乗、 2k-1 の2乗で、こいつの2乗だから、これだと。で、π にも2乗が当然つきます。はい、で、今分かったのはこいつが、2ですよってことが分かった。はい、そうすると、4の n 乗でね、これこちら側とこちら側、これ k に関係ないものだから、これ自由に入れることができて、こいつも消せるということになります。ということで、結局これ、n 無限にするとこちら側もね、無限に飛んでいくので、 k が1から無限が2の k-1 の2乗で、これ1で、これ関係ない定数は外に出しましょうか。四子16がこっち来て、π2 乗がこっちに来ると、まあ、これが2ですよと。ということは、これ何を意味しているかというと、この奇数の、逆数を2乗して集めてくると、まあ、あと、6分の π2 乗かければいいので、6分の π2 乗これかけて、8分の π2 乗っていう形に、まあ、確かになるということが分かりました。ちょっともう途中ごちゃごちゃしちゃったけど、一応ね、この奇数を集めてくると8分の π2 乗っていうことが示せたので、あとは最初に示したようなことから、こいつの和が6分の π2 乗であるということを示すことができました。かなり大変な計算ですけども、もうちょっとこの辺はね、すっきり説明できた気がするので、まあ、またちょっと機会あったら取り直したいと思いますが、まあ、とりあえず今回これで出したいと思います。はい、ということで、今回は、2乗の逆数の和を、全部計算すると6分の π2 乗っていう、この、まあ、バーゼル問題と呼ばれる、ものですが、これを、初等的な方法、高校数学の範囲だけで、証明するということをやってみました。巧みなね、計算方法、2という数をなんか難しくこうシグマで書くみたいな、巧みな、ちょっと計算が必要になるので、まあ、簡単というわけにはいかないですが、まあ、一応高校の範囲でもなんとかなるっていう、そういうお話でした。はい、じゃあ今日はこれで終わります。ありがとうございました。